万宝山付近の地図万宝山事件とは、1931年7月2日に、朝鮮北西に位置する万宝山で起こった入植中の朝鮮人とそれに反発する現地、中国人農民との水路に関する小競り合いが中国の警察を動かし、それに対抗して動いた日本の警察と中国人農民が衝突した事件。死者なく収まったが、この事件をきっかけに、 朝鮮半島で中国人への感情が悪化して排斥運動が起こり多くの死者重軽傷者が出た。事件に続けて起きた朝鮮灰花事件を包含して万宝山事件と呼称されることもある。万宝山の朝鮮人村落朝鮮人が作った溶水路満州の権益を持っていた日本政府は1930年5月の真島共産党暴動で追われた。 朝鮮人200人を万宝山に入植させた。朝鮮人は早速水路を引く工事を始めたが、地主の了解を取っていなかったため、地主の要請で中国の警察は朝鮮人を住人逮捕して工事の中止を求めた。これに対して日本の長春領事館は警官を送り、朝鮮人の保護に動いた。1931年7月2日に現地中国人、 農民数百名が工事中止を求めて銃を持って実力行使に出たため武装した日本の警官50人が退治したが中国警察の呼びかけでその場は収まった。その後日本の警察が警備に当たり7月11日に水路は完成した。万宝山事件の衝突現場写真中国人襲撃事件後の平壌中国側が朝鮮ハイハナ事件後に作成した。 ポスター、朝鮮後の大手新聞であった朝鮮日報は2日の衝突で多数の朝鮮人が亡くなったと報じたが、この記事をきっかけに朝鮮半島での中国人への感情は悪化し、主に都市部で中国人排斥運動が起こった。朝鮮半島のみならず、日本でも在日朝鮮人が在日中国人を襲撃する事件が相次ぎ、 この排斥運動による中国人の死者は109人、負傷者は160人であった。運動のきっかけとなった記事を書いた朝鮮日報満州朝春市局長、金利さんは14日の朝鮮日報に日本の情報に基づいて記事を書いたが誤報だったとする謝罪文を掲載したが、翌日同じ朝鮮人によって銃で殺害された。防弾装備をつけた朝鮮領事館警官隊。 警察署に保護中の朝鮮人その後も、在満朝鮮人は襲撃を受けるようになり、一斉に満州鉄道沿線に避難した。その後、秩序の回復に伴って戻っていったが完全には回復せず、北満の水害もあって多くの避難民が残ることになった。1932年11月の朝鮮、総督府派遣員推定によるもの。 ABC 岡田秀樹2011、ピアニッシモ77から78、ABC 大内力2006、ピアニッシモ353から355、世界史の中の満州帝国、宮脇純子 PHP 研究所1930年5月頃から、工事 P177 日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は気合第一部第五巻 P180、 日本外交文書デジタルアーカイブ賞は気合い第一部、第五巻 ABP200 日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は気合い第一部だ一巻 ABP179 日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は気合い第一部第五巻 P207、日本外交文書デジタルアーカイブ賞は気合い第一部、第五巻,巻 ABP アニシモ208から209、 日本外交文書デジタルアーカイブ賞は気合第一部、第五巻 a b p 2 1十日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は気合第一部、第五巻 P222http コロンスラッシュスラッシュ www.mofa.go.jp スラッシュ mofj スラッシュ n p i スラッシュ h o n s スラッシュ h o スラッシュ hi rio スラッシュアーカイブツスラッシュ ts 零零零一スラッシュ零零零五スラッシュ零零零一スラッシュ零零零五スラッシュ零零零二スラッシュインデックスドット .djvu 世界史の中の満州帝国宮脇コピー h p 研究所 abcp 二百四十七日本外交文書デジタルアーカイブ昭和機愛第一部や一個関ヶ島平和研究所日本外交十八万州事変 ハット APC 欧州旅行の最短距離、シッペリア急行鉄道133ページソベ、国営旅行案内局太平洋、戦争研究会編、満州帝国、川で処防新九1996年58ページ、遠征外剥奪人民言論自由侵害革命、もう2010年7月29日、ABCDEF 満州事変前における、 我が県駅侵害事例大連商工会議所、篠崎義郎1932年5月25日、ありがとうございます。